聖地の村に戻って長老様に話を聞いてみましょう。鏡のことも何か知っているかもしれないわ。大丈夫、きっと助かる方法があるはずよ。長老様、その異世界とここの世界を再びつなぐ方法はないのですか？
あまり時間もないし、とにかくそこに行ってみるしかなさそうね。マリコさんたちの力になってあげたいの。タキコが行くって言うんなら、俺は別にそれでいいけどよ。行き先は巫女が決めることだ。俺もそれでいい。わかったよ。行けばいいんだろ。行けば。1週間あれば目的地にはたどり着けるわ。大丈夫、きっとなんとかなるから。何やってんだ。置いてかれたいのか。どうしてって、これくらい普通だろ。お前、体弱いのか。Thank you.
グズグズしてたらあっという間に日が暮れちまうぜ。お前どんな暮らししてたんだ。いくらなんでも疲れんの早すぎだろう。しょうがねえ、この先に泉があるみたいだからそこで休憩するか。もう知らねえぞ、勝手にしろ。俺は先に行ってるから。俺も先に行く。ついてこなかったら置いてっからな。お前のために急いでいるんだがな。少しだけ頑張りましょう。あとちょっとだから。じゃあ少し先で待ってるわね。なんだ、結構元気じゃねえか。後で滝子がうるせえからな。ま、元気そうだし、大丈夫だな。もうあんまり足引っ張んなよ。ただでさえ寄り道なんだから。え、分かってるんじゃねえか。頑張っても今の調子じゃわかんねえけど。おい、泣いてんのか。
とにかく一緒に行ってやるって言ってんだから足だけは引っ張るなよ。ウルキマリコさん大丈夫？ウルキに何かひどいことでも言われたの？女の子泣かせるなんてもうちょっと優しくできないの？ち、勝手にしろ。大丈夫？一体何を言われたの？なんだか嫌な感じだな。待ち伏せか。クトウ国の奴らか。今度は巫女の命をもらいに来ました。相手をしていただきますよ。殺しに来てあげたよ。クソ、てめえらしつこいんだよ。手加減なんてできねえぞ。
一戦士相手に正面からでは無理ですか。ここは一旦引きましょう。目的は十分果たしました。すっぽ巻いて逃げんのかよ。いつでも相手してやるぜ。お前生意気だよ。シギ様、こいつここで殺しちゃってもいいでしょ。シュラ、言うことも聞けないのですか。あ、はい、すみません、シギ様。目的を果たしたとか言ってたみてえだけど、なんだそりゃ。何？何がもしかしてなんだよ。わからないけど、急いで行ってみましょう。やられた。あいつらこれを狙ってやがったんだな。しかし道を塞がれたのは厄介だな。ああ、これじゃこの山を突っ切って進むのは無理だな。本当に他に道はないの？抜け道とか裏道は？だが道を通らなければなんとかなるかもしれないな。山の中を突っ切れば間に合うかもしれない。もちろん危険な道だから。俺は別に構わねえけどな。行くも行かねえもお前が決めろ。かなりきついと思うけどな。まあ決めるのはマリコだ。判断はお前に任せる。お前の旅だからな。
な。道はきつくなるけど、泣き言言うなよ。んだよ、山道か。たまにはそれもいいけどよ。わかった。お前の意思を尊重しよう。